浮き技の実演浮き技は、柔道の投げ技で横捨て身技の一つ。投げの形15本にも含まれている。行動感や国際柔道連盟での正式名、アイフ略語をうわ。正面から向き合って立った状態から、相手の足首に自分の足首をかけて、体を横に開きながら倒れ込んで投げる技。相手が踏み出した瞬間を狙って、前隅に重心を崩し、自分の足を、 相手の踏み出した足の横に差し出すようにして当てて、体を捨てながら投げる。浮き落としや、墨落ち等の真空投げの要領で、相手を、ともえ投げのように相手を崩して投げる形になる。名前の、負の字の通り、投げられた相手は、最初は、ふわりと浮いた感じになるが、その後、技という字の通り、畳や地面に叩きつけられるといった形になる。 浮き技という名前に反して円を描くように相手は投げ飛ばされるという豪快な技である。右組みの場合、相手を右前隅に浮かすように崩し、体を左に開きながら倒れ込み左足で字の右足の外側に当てて後方に投げる。自分の足首の内側を相手の足首の外側に当てるので、小外刈り、または沈み込み足のように、 小外の形から体を横に開きながら倒れ込んで投げる形になる。体を捨てずに投げると、相撲の裾払いに近い沈り込み足になる。大外の形から、体を横に開きながら倒れ込んで投げると、横分、スライディングして、自分の膝に相手の足首に引っ掛けて、倒すように投げると、横落ち、足払いから、自分もろとも、真横に倒れ込んで投げると、横がかりになる。 ありがとうございます。